こんにちは。今日はまずこちらを見てください。これは息子の洋服なんですけど、習字の墨がついちゃってます。ここにも。いつも習字の時間は体操服に着替えるはずなんですけど、なぜかこの日は洋服を着たまま授業を受けちゃったみたいです。で、こんな商品を見つけたんですけど、おばあちゃんの知恵、衣類のシミ抜き、墨落とし。今日はこちらを使ってみたいと思います。墨以外にも絵の具やクレヨン、ファンデーションなんかにも使えるみたいです。で、使い方はこちらですね。この通りやってみようと思います。1、汚れを上にして布を広げます。2、汚れの上に墨落としをたっぷりつけます。このくらいかな。3、墨落としを巻き込むように包み込み軽く揉む。4、馴染んで汚れが出てきたらさらに強く揉んで汚れを落とす。5、溶け出した汚れは水できれいに洗い流してください。で、6、汚れ方によって落ちにくいことがありますが、もう一度同じように墨落として洗ってくださいということなので、一回洗ってみて落ちないようであればもう一度やってみようと思います。なんか広がってるような気がしますけど大丈夫かな。ちょっと一回洗い流してみますね。こんな感じです。もう一度洗ってみます。あ、いいかも。見てくださいね、落ちてますね。すごい。綺麗になりました。これネットで購入したので届くまで少しかかったんですけど、時間の経過した墨にも効果がありました。じゃあ同じように袖の部分も洗っていきたいと思います。やっぱり1回ではちょっと落としにくいかなっていうところはありますね。普通にお洗濯して干したいと思います。
ったと思います。ネットで炭の落とし方を調べてみると、マジックリンを使う方法がとても多く紹介されているんですけど、私はその方法では綺麗になったことがなくて、オキシクリーンも無理だったので今まで諦めていたんですけど、こちらの商品は生地を傷めず簡単に炭を落とすことができました。概要欄に商品リンク貼っておきますので、もしお困りの方がいらっしゃったらぜひ試してみてください。本日もご視聴ありがとうございました。